はい、こんにちは、佐大臣三長です。本日は、聖少納言と紫式部ということでお話しします。聖少納言と紫式部といえば、平安時代一条朝を彩った女流文学者として誰もが知る名前です。しかし、有名である割には、二人がどんな生涯を送ったかはほとんど伝わっていません。聖少納言は、 清原の元助の子として、後方3年966年頃生まれました。本名は不明ですが、一説には、なぎ子、なぎ子だったと言われます。清少納言は、後に中宮帝氏のもとに見扱いする際に、帝氏から授けられた女房名です。清は、清原氏の清。少納言は、親類の誰かが少納言だったためと思われます。 しかし、親類に小名言がいないので、よくわかりません。清原氏は、代々の和歌や漢文の家系でした。これは、日本書紀を編纂した、トネ親王から出てる、代々文を持って、立つ、家柄です。父、清原の元助、曹祖父、または祖父という説もありますが、清原の深谷部、そして清少名言自身も、中古三十六河川に数えられ、 三人とも、小倉百人一首に歌が取られています。清原の元助は、五千和歌集の戦者として、梨壺の五人の一人に数えられ、また家臣として知られる、源の下郷、大中富の吉信村と交流がありました。この二人も、梨壺の五人ですね。 村上天皇の時代に読みにくくなっていた万葉集に読み仮名をつけることと、新しい直線和歌集、五線和歌集を編纂するのだということで、五人の編纂委員が結成されたわけです。宮中の商用車という建物に事務所があり、その商用車に梨の木が植わっていたので、梨壺と別名を言い、なのでこの五人のことを梨壺の五人と言います。何しろ、 父、清原の元助の元には多くの家臣たちの出入りがあったわけで、そういう文学的に恵まれた空気の中で、清少納言は成長していきました。父、清原の元助は晩年、肥後の神として、現地肥後に赴任し、省略元年990年6月に亡くなります。清少納言がまだ、見扱いする前です。つまりお父さんの元助は、娘が、 中宮帝氏のもとに見扱いすることも、枕の草子を書くことも知らずに亡くなったということです。ちょっと残念な気がしますね。天元4年981年頃、名門立花氏の立花ののりと結婚し、翌年長男の則長を生みます。立花ののりは武勇に優れた人物だったようで、宇治周囲物語に、 盗賊三人に囲まれて、逆にやっつけた話が載っています。しかし、歌などは読める人物ではなかったので、聖章納言とは反りが合わず、ほどなく離婚します。ついで、省略二年、九百九十一年、聖章納言は、父ほど年の離れた、摂津の神、藤原の宗よと再婚し、後年、超党門院少子に仕え、女流家人として名を馳せる、駒の苗部を、 生みます。で、結婚生活2年目の省略4年993年頃、藤原道隆の娘で一条天皇に嫁いでいた中宮帝氏のもとに女房として使えます。この時、中宮帝氏から聖少納言の女房名を授けられたようです。中宮帝氏18歳、聖少納言28歳くらい、 聖小納言はこの10歳年下の女主人、帝氏を枕の草子の中で絶賛しています。中宮様は素晴らしい、美しい、優しい、気品がある、教養がある、太陽のように絶賛しています。藤原道隆の娘、帝氏は、永宗2年990年、一条天皇の中宮となりました。帝氏のもとには多くの女房が集まり、 文芸サロンの様相を呈していました。中でも、聖章納言は一番の花形でした。明るく理髪な聖章納言は周りから好かれます。藤原のさね方、藤原のユ成、ナリ、源の信方といった、苦行、天上人と交流を持ち、特に藤原のさね方とは恋愛関係にあったと言われます。東の中将、さね方ですね。 道の国流されて死後雀になって平安京に戻ってきたと言われています。聖少納言は、教養を隠すのではなく、むしろ天真爛漫に表に表す女性でした。枕草子にある、航路鳳の雪の話は有名です。ある雪が降り積もった日、中宮帝子は聖少納言におっしゃいました。少納言や航路鳳の雪はどうであろうか すると、聖少納言は、すっと、すだれを掲げます。白楽天の詩にある、航路法の雪は、すだれを掲げてみる、を踏まえたものでした。中宮停氏は、にっこりとお笑いになりました。周りの女房たちも、さすがねえと、聖少納言を褒め添やします。悪くすると自慢とも取られかねない話ですが、枕草子には、実に、天真爛漫な筆運びで、 このエピソードが書かれています。しかし、幸福な時代は長くは続きませんでした。聖少納言が帝氏のもとに宮須会を始めた2年後の省略6年、995年、帝氏の父、藤原道隆が亡くなり、だいぶお酒を命された方ですので肝臓を悪くしたと言われています。代わって道隆の弟、道長が対等します。藤原道長は、 長女の彰子を強引に一条天皇の中宮とし、中宮帝子を皇后帝子に格上げして、一人の天皇に二人のお妃様がいる一定二皇の状態となりました。皇后と中宮というのは要するに天皇の妃ということで同じなんですけれども、言葉さえ違っていれば二人いていいだろうということで、強引に中宮彰子を押し込んできたわけです。 また、帝氏の兄弟、コレチカ、高家らが誤って火山法王を矢でいた事件、蝶徳の変によって失脚し、コレチカは太宰府に、高家は出雲に流されます。権力者、藤原の道長に羽ばかって、一人去り、二人去り、しかしその中に聖昌納言はひたすら一途に、帝氏に使い続けました。そんな聖昌納言に心ない噂が立ちます。 藤原の道長方に内通していると、この噂によほど心を痛めたのか、宮中を退いて陰性しています。そしてこの頃に枕の奏紙を書き始めたと見られています。その後、帝氏からの呼びかけに応えて、清少納言は再び宮中に上がりますが、藤原の道長からの圧力は日に日に増していきました。ついに帝氏は出家して甘になり、 心身ともに疲れ果て、長宝2年1001年の12月、24歳の若さで没死しました。これ、ものによっては、長宝2年1000年と書いてあることもありますけれども、長宝2年の12月はもう、西暦1001年に入っていますので、正確には1001年です。枕草子は、中宮帝子の没落や死について、一切語りません。 ただ、亭主のサロンが華やかに輝いていた時代のことだけを楽しく、美しく、華やかに描き出します。枕の宗師を少しでも読んでみると、なんて楽しいんだきらびやかだな方がほころぶと思いますが、その楽しい宴はわずか数年のことで、その先には暗黒の巷が待ち受けていたことを思うと、枕の宗師という作品がいよいよ感慨深く思います。 おそらく、聖昌納言は、帝子の一番輝いていた時代、そして自分にとっても一番楽しかった黄金時代だけを切り取って、後世に伝えようとしたのではないでしょうか。帝子没後の聖昌納言について、詳しいことは伝わっていません。まず、夫、摂津の神藤原の胸を頼って、摂津へ下り、晩年は東山のガツリン寺、月の輪寺そばの、 月の和山荘に陰性したとされます。現在、東山千入寺の境内に可否があります。一方、紫式部は、清少納言に比べるとかなり細かい経歴が分かっています。紫式部、聖没年未生、本名未生、平安時代中期、一条天皇の時代に活躍した女流文学者、源氏物語の作者、歌集、紫式部集、 日記、紫式部日記があります。父は学者であり、歌人である藤原のため時、母は藤原のための部の娘。生前の女房名は藤原から東式部であり、紫式部は死後の呼び方と見られています。紫は源氏物語のヒロイン、紫の上から来ており、式部は父の役職名、式部の城から来ていると考えられます。 幼くして母と姉を失い、弟もしくは兄の信則と共に父、ため時のもとで育てられます。ある時、弟の信則が父、ため時について芝線の指揮を勉強していました。横では姉の指揮部が聞くともなしに聞いていました。さあ、繰り返すのだ。力は山を抜き、木は葉を覆う。えーと。 力は、なんでございますか、父上。なんだお前はちっとも覚えないなところが、横で聞いていた紫式部が、スラ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 とよどみなく答える。は、お前が男子であったなら、と言って、父ため時はつくづく悔しがったと、少女時代の式部の聡明さを伝える逸話です。長徳2年、996年、 越前の神となった父に従って越前に下り、翌々年帰京。父の同僚の山城の神、藤原信孝と結婚し、翌年一女、藤原の固い子、剣士を産みます。賢い子とがいて、固い子、剣士。小倉百人一種に取られている後の第二の三味です。しかし、結婚生活は長く続かず、 二年目の長宝三年、一千一年、夫、信孝は亡くなります。信孝さんも紫式部の父親ぐらい、年が離れていた人物です。この年の秋頃から、源氏物語を書き始めたとみられ、その評判によってでしょうか、観光二年、千五年、もしくは観光三年、千六年、一条天皇、中宮少子のもとに出資することになります。しかし、 うちにこもりがちで人と打ち解けない式部は初めての見扱いに戸惑いました。ある時一条天皇が式部が日本書記を読んでいることを知り感心されます。その話が宮中に広まってしまいました。式部は他の女房たちから日本儀の三つ骨とあだなされることになります。しかし式部自身はそのようにもてはやされることを嫌い、 漢字の一という字すら書けないふりをしていたと言います。このあたり、自分の文才をはつらつと表に出した清少納言とは対照的です。紫式部日記には式部が先輩の女房から、どうして漢字の書など読むのですか昔はお経でさえ女は読まなかったものです。とたしなめられる場面があります。女は漢字なんか読むべきではない。ろくなことにならない。 という根強い考えがありました。途中5年ほど中断も挟みながらも、中宮少子に使い続けましたが、その後の紫式部の消息は不明です。清少納言と紫式部が出会っていたら、誰もが妄想するところですが、清少納言が宮中を去ったのが、長宝3年1001年頃、それから4、5年もへたてた観光2年1005年頃、 紫式部が出資しています。なので、おそらく二人が直接顔を合わすことはなかったと思われます。聖章納言が紫式部を表した文章は今のところ発見されていません。紫式部の墓は、えー、京都市北区堀川通り沿いにあります。島津製作所の紫の工場の隣に、小野の高村の墓と並んで立っています。 墓の西側には紫式部が晩年を過ごしたという雲林院の跡があります。というわけで本日は清少納言と紫式部の生涯についてお話ししました。